もう早速口ずさんでらっしゃいましたもんね。そう、なんかすごくなんかなんだろう、頭に残る歌で、すごい可愛らしい歌で、なんかずっと聴いていたい。わかります、はい、で今回このキャンペーンソングには、はい、ある芸人さんが参加されてるんですが、はい、わかりましたか？芸人さん、え、誰だろう、わからない。そうなんですね。実は本日お越しいただいておりますので、はい、ではここからは奈々さんに誰がキャンペーンソングを歌ってるのか、はい、紅茶を飲んで当てていただきたいと思います、はい、あのクイズでいきたいと思いますので。わかりました、はい、誰2択なんですね、はい、簡単です。 A と B 順番にキャンペーンソングのリプトン、はい、It's a Smile World を歌っていただきます、はいはい、ちなみにA も B もコンビの芸人さんなんですが、はい、コンビ、はい、先ほどのムービーのある一部分にも歌声で登場いただいた芸人さんはその A と B どちらなのか、はい、さらにコンビ名まで当ててください。わかりました。よろしいでしょうか、はい、それではまず A のお二人からキャンペーンソングのサビの部分を歌っていただきましょう。 A の方お願いします。Always with you, we are always with you. ここにいるよ。いつもここにいるよ。大爆笑ですね、奈々さん。大丈夫かな、ちょっとすごい音痴だったけど大丈夫かな。ちょっとあれ、いや A の方ですよ、ね、そう、これ A の方だったんです、はい、ちょっと聞いて、はい、頭に、はい、誰かなと思い浮かべながら、はい、はい、さあでは B もいきましょう。 B の方、はい、お願いします。ですね、うん、特にこう英語の部分歌われてる、発音も綺麗でしたね。発音綺麗だった、すごい。はい、じゃあ若干笑い声が漏れちゃってるのどうなんでしょうかね。え、じゃあ A と B どっちでしょうか。ちょっと待って、でもね、わかんない、待って、ちょっと A の、 あの衝撃を引きずっちゃってますね。そうなんですよ、ね、A の衝撃がすごすぎて。じゃあ奈々さん、分かりました、はい、紅茶を飲んで、はい、こう落ち着いてリラックスして、ちょっとリラックスしたい、はい、整えてもう一度聞いていただきますので、はい、それで当てていただきましょう、うん、お願いします。もう一回聞きたいです。お願いします。いきましょう。もう一回聞きたい。これでぜひ頑張ってくださいね、はい、お願いします。それではまず A の方、はい、お願いします。Always with you, we are always with you. ここにいるよ。いつもここにいるよ。B ですね。で、はい、変なんですよね。で、B 聞いていただいた後に、実はですね、はい、あのキャンペーンムービーも見ますとさらにヒントが出ますから。あ、本当ですか。まず B 聞きましょう。はい。はい、では B お願いします。お願いします。Always with you, we are always with you. ここにいるよ。いつもここにいるよ。はい。うまい歌。ね、上手ですね。うん、じゃあキャンペーンムービーでどこで使われてたのか最後にヒント差し上げます。お願いします。これでバッチリだと思います。はい、さあでは映像をご覧いただきましょう。はい、こちらです。ここにいる。いつもここにいるよ。はい、今の時計とシンクでした、はい、さあもうお分かりですね。分かりました。ちょっと A はちょっと音痴すぎて絶対違うと思うんですよね、はい、B すごい綺麗でしたもんね。綺麗でしたね。で今の映像とも、ね、そうマッチしました、うん、じゃあ B で、私 B にします。ではコンビ名をお願いします。はい、
B コンビ名、はい、あ B の B でキャインさん、ナナさん大正解です。キャンペーンソングを歌ってくださいましたのはキャインの天野ひろゆきさんと宇戸鈴木さんです。どうぞ。ナナちゃんさすがここにいるよ、いつもここにいるよありがとうございます。よくわかったね声がめちゃくちゃ歌うまいっすね。ありがとうございます。びっくりした。あんまり声は自信ないけど、ね、いや自信たっぷりだよその声天野さんが歌ってたそうだよ一番初めはね。俺も歌ってたんだよ。俺も本当に俺も歌ってたんだよ。嘘嘘、俺のとこ感じた、感じてなかった俺も。そう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 ここにいるよって。そうそうそう、あすっごい、うん、でも天野さんが上手すぎて、うん、びっくりしたんですけど、ね、発音もすごい綺麗ですね天野さん。 Always with you かっこいいな。いつもここにってこと。あの国際関係学部出身で、あの、うん、ね、どっちかっていうと俺英語の方が楽だから喋るのは。なん、おー、I come from Japan。 いやいや、日本から来たのお前。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあでは、お二方どうぞおかけになりまして、ナナさんもおかけください。いやー、ナナさん大正解。いや、A の方さ、音痴すぎてびっくりしたんですけど。でも、ちょっとね、宇藤さんがすごいインパクトが、はい、宇藤さんのことちょっとわからなかったみたいですね、ナナさんね。私、ウドさん分からなかった。そう、僕ら結構カラオケで一番最後、一番最後のところ、ウドちゃん歌ってみたい。どこの部分、うん、いつもここにいるよいいね、いいね。ちょっと今、半音上がっちゃいましたさあ、それではキャンペーンソングについて伺っていきたいと思いますので、はいはい、天野さんとウドさんには、はいはい、リプトンのカップティー、うん、クリーミー紅茶ラテご用意しておりますので、あ、ぜひありがとうございます。お召し上がりいただきながら、嬉しいですね。クリーミー紅茶ラテ、おしゃれ。ありがとう。いつもありがとうね。本当仲いいですね、お二人ね。めっちゃ仲いいですよね。アマノティーって無理やりティー入れんじゃないよ。かわいい。おいしい。おいしい。軽い飲み口がもっとね、うん、濃厚な感じじゃなくて、本当に紅茶に合わせてる感じがね、いいですね。いいですね。さあ、それではここからはリラックスしながらお話を伺っていきたいと思いますが、はい、今回のキャンペーンでは芸能界でも仲良しコンビで有名なキャインのお二人にキャンペーンソングを歌っていただきました、はい、今回のキャンペーンソングの録音に立ち会ったスタッフに聞きますと、こう、はいはい、とても二人仲が良かったというのをあったんですが、実際気持ち悪い。どうですか。いや、結構なんかお互いパッと見た時あっちも見てる、こっちも見てるみたいな感じで。お前が見てるからだよいつもあの、ね、目を合わせてこう、ね、録音の時も宇藤さんが天野さんにお水を差し出されたりとか、その差し出した水すぐ飲んでましたけど、ね、嬉しいですね。やっぱ同じこうものをいただいてっていう、ね、気持ち悪い。紅茶も同じものをいただいて。天野さんが飲んだやつを宇藤さんがその飲んじゃったってことですね。意味が分かんないです。なかなか口移しっていうのは結構照れがある。当たり前だよどこのコンビが口移しで水飲まずんだよ。いや、僕らはいいんですけどね、彼からはない。ナナさん、いつもこんな感じですか、二人。いや、めちゃくちゃ仲いいですよね本当に、なんでこんなになんか神だなと思います、本当に本当になんか、本当に。いや、宇藤さんとか天野さんは本当に芸人さんの中でも本当に仏様みたいな本当にもう本当に、いや本当に神的存在です、私のイメージでも。特にどう